はい。皆さん、こんにちは。ケントです。栄養指導医とかしたトレーニング指導、ジムのケアトレーナー向けの講演会なんかもやらせていただいております。ということで、今日なんですけれども、筋肥大向けのトレーニングをハードにされている方で、少し疲労が抜けにくいなっていうふうに感じられている方が、トレーニング後に、ぜひ、これをね、摂取していただきたいなという栄養素一つについてお話ができればいいなというふうに思っております。もちろんね、プロテインとかマルトデキストリン等の糖質以外のもので今日は一つ挙げていこうと思います。大筋群を当てた日、もしくはその次の日なんかで疲労が抜けにくいなっていうふうに感じられている人であったりとか、その直後に固形食からタンパク質を摂取する予定のある方、そしてトレーニング頻度自体がかなり多い方、4から6日以上1週間やるよという方は、ぜひこれを取っていただけると、普段の運動のパフォーマンスが上がったりだとか疲労が取れたり、筋肥大にとってプラスに働くんじゃないかなというふうにも思いますので、参考にしていただけたら嬉しいです。今日もよろしくお願いいたします。ということでですね、今日は冒頭にもお伝えした通り、トレーニング直後、何かね、栄養素摂取するっていうところで、おすすめなものありませんかみたいなところでよくね、ご質問いただくことがあるので、疲労回復であったりとか、ハードにトレーニングをされている方にとって、プラスに働くようなプロテイン、そしてデキストリン以外のものっていうのを一つご紹介しようかなというふうに思っております。ぜひ今日も勉強していっていただけると嬉しいです。ということで一緒にやっていきましょう。もう今日のね、条件見ていただいてわかる方もいるとは思うんですけれども、結論言ってしまうとこれ何かというと、クエン酸になります。クエン酸っていうのをトレーニング後に2から 3g ぐらいプロテインやデキストリンもしくは他の飲料なんかに混ぜて取っていただくっていうのがいいんじゃないかなというふうに考えております。クエン酸っていうとね、やっぱクエン酸かと、それ知ってたよっていう方いらっしゃると思うんですよ。なんだけれども、クエン酸の具体的な生理学的な働きについては、いまいちピンときてないよという方もいらっしゃると思いますので、もうすでに知っているという方は復習がてら、そうではない方は、ぜひ参考にしていただけますと非常に嬉しいです。トレーニング後に我々がクエン酸を摂取するメリットというのは大きく4つぐらいあるのかなと思っております。クエン酸というのはね、酸っぱさを感じるようなね、レモンとか柑橘系のものに含まれている酸のことだと思っていただければいいと思うんですけれども、じゃあこの4つ何なのかというとですね、まず1つ目、筋グリコーゲンの回復を促進する働きと、そして2つ目っていうのが pH バランスをややアルカリ性に戻すことによって疲労を回復していこうという狙い、3つ目がミネラルをキレートすることによって吸収率を促進していくよっていうところですね。最後4つ目っていうのが胃酸を分泌させることによってタンパク質の消化を助けて多くを吸収してあげましょうというところになります。それぞれ1つずつ簡単にね解説ができたらなと思います。過去のクエン酸の動画でもお話しした通り、グルコース単体で摂取をさせた時とクエン酸とグルコース2つを同時に摂取させた時で比べると、筋グリコーゲンの回復速度というのが後者の方が早まるという研究がいくつも発表されております。この理由に関していくつかあるんですけれども、クエン酸回路、いわゆる TCA 回路と言われるものですね。ここで運動のエネルギー源、元となる ATP が作られるわけなんですけれども、ホスフォフルクトキナーゼという酵素が活性化すると、ここでの ATP 産生効率っていうのが高まっていきます。それぞれ名前ちょっとややこしい、難しいワードだと思いますので、そういうのがあるんだなっていうふうになんとなくスルーしていただけたらなと思いますけれども、このクエン酸を摂取することによって、特にトレーニング後であれば、グリコーゲンをね、たくさん取ってきて、糖質なんかで補ってきて、それをエネルギーとしてね、ATP 作らなくても、運動が終わってるわけなので、いいじゃないですか。そういう時っていうのは、クエン酸を一緒に摂ると、ホスフォフルクトキナーゼの活性っていうのを抑制させてあげることによって、これ以上ですね、糖質から ATP 作らなくてもいいよっていう風なシグナルが出ます。それによって、筋グリコーゲンの分解を防ぐっていうところで、摂取したものっていうところが、純粋に入りやすくなるという風に、思っていただければというところですね。そして2つ目、pH バランスをややアルカリ性に戻すことによって疲労感を抜くことができるっていうお話なんですけれども、よくトレーニングをしていると、糖質から ATP を作る過程でこの乳酸が蓄積してしまうことによって主観的な疲労度を感じやすいという話はすることがあるかと思いますけれども、正確に言うとね、この乳酸が溜まっていくと本当に疲労を感じるのかというと、最近は科学的根拠っていうのは実は薄くて、どちらかというと pH バランスが酸性に傾くことによって主観的疲労度を感じると。で、このクエン酸って酸ってついてるので、あたかもね、取ることによって酸性にしちゃうんじゃないのみたいな風に思われる方が多いと思いますけれども、実はこれ真逆でですね、体の中に入ってくるとアルカリ性の活性を持たせる、そういった働きがあるわけなんですね。なのでハードにですね、毎日トレーニングを重ねられているような方っていうのは、なるべく次の日に疲労感残したくないよと、全力で出せるパフォーマンスっていうのを次の日も継続して出して、筋肉に対して負荷を受けていきたいよというのが自然な考えだと思いますので、なるべく疲労をためないという意味でもこのクエン酸っていうのがプラスに働く、これは間違いないんじゃないかなというふうに考えております。これがですね、ウェイトトレーニングではなくて、例えば長距離スポーツ、マラソンなんかであれば、競技中に摂取をすることも非常に有用で、ただですね、クエン酸を取ってから実際に血中濃度が上がっていくまでというのは30分ぐらいかかるんですね。なので、ウェイトトレーニング中にイントラで取るというよりは、ウェイトトレーニングしている時は終わった後にね、その他の栄養摂取のタイミングで取ってあげて、次のトレーニングに疲労を残さないというような考え方の方が合理的な発想。逆に、マラソン選手とかトライアスロン中の場合は、競技時間が長いので、ある程度のタイミングで細かく摂取してあげると、後半にわたって効いてくるというところです。そしてですね、ミネラル。これを吸収させてくれるよというのも、クエン酸のめちゃくちゃ大きい働きです。ミネラル系のサプリ見てほしいんですけれども、大体ね、マグネシウムキレートとかカルシウムキレートとか、なんとかキレートっていうワードがついてるんですけれども、これってそのミネラルをクエン酸が挟み込むことによって、吸収をさせやすくなるよと、小腸から体に入っていきやすくなるよっていう話なんですね。ミネラルってそれぞれもちろん吸収率はバラバラですけれども、体の中に入っていくこの吸収率っていうのが他のものと比べてかなり低いんですね。だけれどもこのミネラルがイオン化したマグネシウムイオンとかカルシウムイオンとかこういったものっていうのは筋収縮には欠かせないわけです。トレーニングをして重いものを持ち上げるときに筋肉が収縮する。そのタイミングっていうのは筋小包帯っていうところからカルシウムイオンが放出されることによって筋収縮してくださいっていう最初のトリガースイッチになっていくわけなので、電解質をぜひ体の中にね、トレーニング前も間も溜めておいてくださいよっていうことは常々お話ししていると思うんですけれども、特にトレーニングを終わってね、すぐに食事取られて、そこから多くのビタミン、ミネラル摂取したいっていう風に考えられている方も多いと思うんですね。なのでそういったタイミングに近いところでクエン酸一緒に取ってあげると、サプリメントだったらすでにキレートされているものが多いかもしれないけれども、食材に含まれている、なかなか吸収しにくいミネラルっていうのをうまく体内に運んであげる、そういった働きもありますと。そして胃酸を分泌させることによって、タンパク質の消化、そして吸収をスムーズにさせるっていう、ここがね、意外と大きい働きなんじゃないかなっていう風に個人的には思ってます。特にトレーニングをした後っていうのは、その直後、筋肉にね、血流がめちゃくちゃ集まってて、本来であったらそこで栄養摂取をしても、あんまり腸がガツガツ動くってことはね、少ないんですよ。でもトレーニング終わってすぐ家に帰って固形食を食べて、そこからまた日常生活、活動に戻ろうって思う方はたくさんいらっしゃいますよね。でその時になるべく使い果たした筋肉を回復させるために、消化吸収効率を上げようという風に考えるのであれば、クエン酸を取ることによって胃の粘膜をね、刺激します。で、胃の粘膜刺激すると胃酸の分泌っていうのが促進されるわけですね。まあ、正直言うと、これあんまり取りすぎても過剰分泌になってしまうので、人によってはそれがマイナスに働く面もあるとは思うんですけれども、より胃がこう働きにくい状態の場合に関しては、胃酸を分泌することによって、タンパク質の消化酵素、具体的に言うとペプシンっていう消化酵素が胃酸と一緒に働くものなんですけれども、これってね、指摘 pH1.5 ぐらい。要は強酸性でしか動きにくい、活性を持たないものなんですよね。なので胃酸が少ないと、なかなか最初のところでタンパク質っていうのを細かくアミノ酸に分解していくっていうことが起きにくいんですね。なのでこういった工夫っていうのは、毎日少しずつの差分かもしれないですけれども、ハードにトレーニングをしている人からしたら、1年スパン、2年スパンで見ると非常に大きい差になっていくんじゃないかなっていうふうに思います。はい。ということでここまではですね、4つの働き、クエン酸を取ることによってトレーニングに対してどんな恩恵があるのかっていうお話をさせていただきました。だけれども、当然ね、物事にはいいことだけではなくて、これに注意した方がいいよね。デメリットと言われるところもあるわけですね。クエン酸を取ることによるデメリットの一つっていうのが、歯を溶かしてしまうっていうところですね。具体的に言うと、歯の周りにコーティングされているようなエナメル質を溶かしてしまうことによって、歯の健康を脅かしてしまうみたいなことっていうのはたびたび言われることなんですけれども、トレーニング後1回で2から 3g 程度であれば、ここに対する影響というのはほとんど考えなくていいんじゃないかなっていうふうに個人的には考えております。あとはですね、減量中にこのクエン酸を取ることによって、減量の進み具合に対してブレーキをかけてしまうんじゃないのっていうような話もあると思います。これどういうメカニズムかというと、エネルギーを作る ATP を合成する際に、アセチルCoA という代謝物質が生まれます。このアセチルCoAっていうものが、ある代謝酵素の働きによってマロニルCoAっていうものに変わるんですね。で、これがあまりにも増えすぎてしまうと、CPT1A って言われる酵素がありまして、これ具体的な名前はぶっちゃけ覚えなくていいんですけれども、これは脂肪酸をね、ミトコンドリアに運んでくれる酵素なんですが、これの活性っていうのをね、減らしてしまう可能性があるんじゃないのと。だから、クエン酸の摂取っていうのは減量中避けた方がいいんじゃないのみたいな論調もなきにしもあらずなんですが、このね、反応を起こすのであれば、1回の摂取量としては 5g 以上取らないといけないのかなというふうにも思いましたので、2から 3g ぐらいなのであれば、僕は影響は少ない範囲内かなというふうに考えております。ただまあどちらかといえばね、減量中か増量中どっちに取るべきなのかというのであれば、増量中の方がね、今日お話しした4つのメリットを当てはめて考えてもそうですし、まあ、絶対に有用ということは言えるんじゃないかなというふうに思います。あとはね、がんに効くの効かないのみたいな話もありますけれども、今日の動画ではあくまでトレーニーの方にこのクエン酸がどういうふうに働くのかっていう話をさせていただきましたので、今後ね、僕が運営する栄養の学校 NNC の方では健康全般に対するクエン酸の働きみたいなところっていうのをお話しさせていただければ嬉しいなというふうに思います。で、このクエン酸ってもしね、サプリメントであったりとか粉末で摂取するのであれば、どんなメーカーがおすすめなのってよく聞いていただくんですけれども、 Amazon なんかで基本的に市販されてるものだったら、まあ、どれでもいいとは思います。自分がね、たまにクエン酸ピックアップして使ってる時、どんなものを使ってるかというと iHerb でまとめて僕はサプリメント買っちゃうので、ナンフーズが出してるクエン酸、何にもね、味付けとかがされてない、色付けもされてないものっていうのを自分は使っておりますけれども、1ポンド 450g ぐらいで1000円ぐらいだったかなというふうに思いますので、もっと安いものを探そうと思えば実際にあります。あとは先ほどお話ししたキレート作用がありますよっていうところをメインで活かしたい、それ以外でですね、ミネラル系の栄養素が不足しがちだよという方は、これまたナウフーズが出しているクエン酸カルシウムというものがあるんですね。これカルシウムだけじゃなくて、実はミネラル全般が含まれていて、銅もあるし、亜鉛もあるし、カルシウムもマグネシウムも、しかもそれぞれのバランスが結構適量で、不足気味の人っていうのはこういうところも試してみても面白いんじゃないかなっていうふうに思います。ということで、興味がある方、動画の概要欄に記載をしておきますので、そちらからチェックをしていただければ嬉しいです。今日の動画ぜひ参考になったよという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ノート、ツイッター、サブチャンネルなんかのソーシャルメディアもやっております。エンドロール概要欄からぜひチェックお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。